楽しかったです全体的にはでもまあ、e スポーツプレイヤーと、まあ、ヤマドゥとかとはルーツで、ね、ずっと一緒にやってましたけど、まあ、実際に実車で勝負してしかも同じ車っていうのは初めてだったので、まあ、どれぐらい走れるのかなっていうのは結構興味ありましたけど、まあ、本当にそんなに僕とタイム差もなくて、まあ、最後には、ね、勝ったんで僕はすごく気持ちいいですし、まあ、グランツーリスコに関しては、まあ、ちょっと僕はね最後の試験はちょっとまだ消化はしきれてないのでちょっと後で裏で話し合いたいと思いますそうですね、もう自分も楽しかったです、まあ、自分はね今回は実車の方は、ね、乗ってはいないんですけど見てても楽しかったですね。で、まあ、e スポーツプレイヤーもやっぱり現役の GT ドライバーがちょっとね焦ってねやばい俺勝てるかな負けるかなみたいな、まあ、そういう顔も見れて結構楽しかったですね、はい、まだ藤野さん出番がないからね。そうそうそう、ドリフトのグランツーリスモとじゃあ実車のドリフトどうなんだってことですからね。そうだね、まあ、まず練習しないとだね。そうですねグランツーリスモはすごいリアルだけどやっぱ自分はあまりゲームをやったことなかったので難しいなっていうのがちょっと感想だったのでやっぱちょっとこの、ね、練習して G がない目だけの判断するっていう部分で練習してね現役のね GT ドライバーやっつけたいなってなぜか実車をやっつけるそうあれ僕まず遅い順ここは多分あれじゃないですか、ね、2人で協力するみたいな感じで協力してもいいねまずはねドリフト側でまずは、ね、e スポーツプレイヤーかかってこいってことですからね。皆さん、ルーツチャンネルの登録お願いします。